スタンディングトライセップスエクステンションは、ウェイトトレーニングの種目の一つ。主に上腕三頭筋の長頭を鍛えることができる。スタンディングバーベルトライセップス、エクステンションスタンディングバーベルトライセップス、エクステンションスタンディングダンベルトライセップス、エクステンションスタンディングダンベルトライセップス、エクステンションスタンディングワンハンドダンベルトライセップス、エクステンションスタンディングワンハンドダンベルトライセプス、 エクステンションスタンディングケーブルトライセップスエクステンションスタンディングケーブルトライセップスエクステンションスタンディングワンハンドケーブルトライセップスエクステンションスタンディングワンハンドケーブルトライセップスエクステンション両手でオーバーグリップでバーベルを持って立ちアップライトローの要領で肩の高さまで上げる肘をバーベルの下に移動させショルダープレスの要領で腕を伸ばして頭上にバーベルを構える 息を吸いながら頭の後ろにバーベルが来るように腕を曲げていく。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。片手にオーバーグリップでダンベルを持って立ち、アップライトローの要領で肩の高さまで上げる。肘をダンベルの下に移動させ、ショルダープレスの要領で腕を伸ばして頭上にダンベルを構える。両手でダンベルの重りの部分の内側を下から押さえる。 息を吸いながら頭の後ろにダンベルが来るように腕を曲げていく。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。片手にオーバーグリップでダンベルを持って立ち、アップライトローの要領で肩の高さまで上げる。肘をダンベルの下に移動させ、ショルダープレスの要領で腕を伸ばして頭上にダンベルを構える。息を吸いながら頭の後ろに ダンベルが来るように腕を曲げていく。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ロープウリーにハンドルをセットする。マシンの反対を向き、両手でハンドルを持って、頭の後ろに構えて立つ。息を吐きながら、頭上にハンドルが来るように腕を伸ばしていく。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ロープウリーにワンハンドルバーをセットする。 マシンの反対を向き、片手にハンドルを持って頭の後ろに構えて立つ。息を吐きながら頭上にハンドルが来るように腕を伸ばしていく。息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ありがとうございます。